俺下段に負ける気しないもんだって。そう。いやいや高得点だけど。いやいや俺は自信あるけど。いやいやいや。何ひどいでしょ下段。いやいやいや。ちょっと待って。それちょっと待って。いるからなの。ちょっと待って。コロちゃんとジェルコンはいい曲。俺は。それは左がいるから。まあ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 。自分で見えるんだよ。先生に聞いても先生が大事。先生は体験がすべて。だから俺たちが何言おうが意味ないから先生なんだよ。コロンさんですね。まず先に、うんうん、描写力は割とあります。ちゃんと顔を描いてますこの。ほら基準は満たしてる。基準は中身ひどいんだよ。ちゃんと上のバイオハザード出てくるやつやん。描写は60結構いくね、はい。ちょっと表情がない、ね、ただ顔がだって一番ワンちゃん可愛いじゃん。ワンちゃんこっちは可愛いんですけど、こっちがなんか確かにね。違う、これはね、顔あのねちっちゃい枠枠がちっちゃいからこうなっちゃったよね。拡大すればスコーになりそうだよね。見てるとね。拡大すればそうなのよ。いやなんかまあまあ変わんないだろこれ顔。変わるわ可愛いわ。一緒だよ。なんでブサイク顔。一緒じゃないわ。おい左は言うな何も。本当にブサイク。左側は臭いっていうな。かわいそうだよ。かわいさ10点ですね。70点ですかね。マジかよ。まあまあまあ、なるほどね。待って、コロンさんのちょっとね、何か怪物に吸収された人間に。いや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 。ちょっと怖さがありますね。助けてって言ってそうなね。ウォーキングデッドのドラマでこれ見たことあるもん。いや、ほんとそれ。確かに。中に包まれてんのリーヌじゃないもん、これだって。ゾンビっすね。いやいやいや、リーヌゾンビっぽいかも。どう見てもリーヌくんだよ。いや、シリコンポーチリーヌ買ってこれ送られてきたら嫌だわ。返品や、返品。リーヌくんに失礼だと思う、ほんとに。俺な。マジ？続きましてじゃあナーくんね。まあ、ナーくんも描写力は割とねこうコロちゃんと並ぶものがあるんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。そうだからまあ同じ点数を。え同じなの？嘘でしょ。ちょっと待って。基準満たしてるから。基準だよ。同じショック。だって同じかよ。同じやろこれは。同じだよな。同じクオリティ的にはね。まあパッと見の描写感は同じかも。確かに。ほらいいよいいよ。ただ可愛さがやはりナーくんの方可愛いんですよねこれね。変わんないでしょ。だよね。これも30点くらいですかね。いや21ぐらいやと思うけどな。いやこちらちょっとやる気なくなってきたな。